ナモーチクです。今日の動画はカナダに来て最初に参加した方がいいよっていうおすすめの交流イベントを開催してくれてる主催者の K 君に来てもらっております。どうぞー。 K です。緊張します。座っていいでしょうか。座ってください。座ってください。全然打ち合わせ通りやってくれないんだけど。はい、K 君です。 K 君は何だっけ、カナダで日本一有名な日本人になる男って言えって言われたんです。おい、ここにいっぱい飲んでる。おい、座ってです。全然打ち合わせ通りやってくれないんですけども今日はこの K 君について紹介したいと思います。で、なんで K 君を知ったかっていうと、 K 君の TikTok TikTok か、そうだそうだ、 K 君の TikTok を見てイベントにただ参加するだけじゃなくてイベント主催してる、こんな若いのに青森で来てね。いやいや、若いって誤解言うんですけど、あんま若くないです。いや、若い、なんだ26っすよ。26、若いよね。若いそう、それで私 K 君にちょっとメッセージを送って、ちょっとイベント参加しますって言ったらね、うん、私めっちゃそのイベント参加してすっごい良かったって思った。本当になんかちょっと価値観変わった、今までのそのイベントに対する価値観。相当やなイベントばっかりしたし相当やばい。日本語メインのイベントじゃないですか、皆さん。で、日本語って言ったら、いや、私カナダにいるのになんで日本語のイベント参加しなきゃいけないのっていう、私もそっちの側の人間だったんで、正直ちょっとそこに対する、まあ、ちょっとね、抵抗っていうかね。そうでも、いざ行ってみたら全然思ってたのと違って、みんないい人だし、まあ、もちろん日本人がほとんど9割くらい、基本日本人はやっぱ集めてる、うん、まあ、日本語話したい、日本語話せる海外の方がいらっしゃるんですけど、でもまあそうですね、9割日本人ですね、うん、で、いいところがあって2つ、私から陰キャ目線で、はいね、陰キャの人まずね、陰キャ言ってますけど、陰キャの人真っ白の服装しないですよね、絶対ね。こんな街中で目立っちゃうような真っ白のしないですよね、陰キャ。そう、今日真っ白で来ました。陰キャって良くないですね。いやでも、じゃあ人が好きでしょ。大好きです。そう、人が苦手な人がイベントに参加したんですよ。で、気づいたこと、はい、っていうことでちょっとお話ししようかな。2000気づいたこと2000。そう、少ない弱っ。でもそれ初めて聞くな、うん、何ですか。まず一つ目、はい、コミュ力が上がる、間違いないでしょ。その日本人の会話、そう、で、皆さん聞いてください。私はですね、そのカナダ来た時にやっぱ結構気合い入ってて、日本人とはやっぱつるまないぞみたいな。まあいっぱいいらっしゃいます。うん、で、なるべく英語の環境の中で時間過ごそうっていうタイプだったんですよ。でも気づいたの、そういう場、交流の場、英語で話す交流の場に行くにしても、コミュニケーション能力っていうこのベースのね、コミュ力は必要。言語の問題じゃなくて、そうだから私一回行ったんですよ、その英語のミートアップに参加した時に、はい、まず2つの壁があるの、言語の壁とコミュニケーションを取るための壁なるほど、ね、そう、だから私みたいにちょっと人と接するの苦手っていう、最初からね、コミュニケーションを取るのが苦手な人としたら大変だ、ね、そう、大人数の中にいるっていう免疫力をつけるっていう意味でも、いいイベントだなって思ったの。その角度の感想があると思わなかったさ。それが1個で、もう1個は多分皆さん想像できると思うんですけど、情報収集にすごく向いてる。で、日本語だからさ、その言葉の壁がないから、聞きたいことだったら聞けるし、具体的に言うと美味しいラーメン屋さんはどこかとか、どこの美容室がいいかとか、本当にそういうなんかバンクーバーで生活する上で役に立つ日本人目線の情報を得られる。それはそうですね、僕らも意識してるっていうか、うん、そうなってほしいなっていうのがあるんで、でしょ、そこめっちゃ意識してます。そうそれかな。以上、2000円でした。ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあ、以上、チップです。
じゃあちょっとケイ君について深掘りしていいですか。まずねじゃあなんでそういうイベントを開催しようと思ったかっていうきっかけは、人好きなのもあるんですけど、まあ、自分がやっぱ3ヶ月目ぐらいで飽きたバンクーバーの生活に、うん、慣れるじゃないですか。なんか何も別に日本と変わらない、うん、特にバンクーバーってやっぱ住みやすくなってるから、ね、本当に日本と変わらないし日本人いっぱいいるし、うん、で自分誰かと思って書かれたり帰るでしょうね、うん、でもせっかくならいろんな人と関わりたいよねっていうのでイベント1回やろうっていうのが本当きっかけ。だからきっかけは本当そうっすね。自分のノリノリと自分で、うん、まあ、帰る前ちょっとやっとくかぐらいな感じでしたね、正直。なるほどね。ちょっと乗せとこうかな、この辺に。様子ない。あ、まあ、この辺に。この辺こっちがいい。あ、ここなんです。ねえ、遠藤さんがやめて。すみません、そんな感じで。めっちゃ出ましたね。だからきっかけは本当そんな感じでしたね。カナダにずっといるわけじゃなくて、あ、まあ、ワーホリなんでね、うん、そもそも、うん、でもなんかこのイベント自体は続けたいとは思ってる、うん、プラスもともとやっぱその最初に説明してもらった通り最初に来た方がいいイベントみたい、うんうん、なんか情報を入れるとか、うん、友達できるとかで、うん、カナダ来たら最初に来てほしいイベントだなとは思ってて、それがメインなんで、なんか俺がいなくなって破綻しちゃうのかなって、うん、今だからうまくこう継続性を持たせてやろうとはしてます。なるほど。僕らのイベント自体がそもそも3ヶ月以内とか、この間とかも3日とか、そう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 、ほんと来てほやほやみたいな、ほんとにそうなんですよね。ほんとに1日とか、昨日来ましたとか、そうそうそう、なんでその国際交流もクソもまだない、うん、英語力ゼロの人がベースにたくさんいるし、うん、だからそのほんと英語もそもそも話せない、国際交流うんぬんでもないという状態なんで、うん、今じゃあここではい国際交流しますって、うん、今の俺らのイベントやってもまあうまくいかないし、うん、英語を話せる海外の方にも国際交流をしたいけど英語を話せない日本人の方とかも結構どっちも気遣っちゃうな、うんうん、良くないよなと思ってて、で今のこのイベントは日本語向けでやるんです。だから もちろん国際交流のイベントはイベントでもしかしたらなんか別でやるかもしれないですけど、今は別にそんな予定ないです、うん、あ、ちなみにケイ君も YouTube やってます。年内500万人目指してます500万人か、あと99,905人あ、ん9500あ、意外と、いやいや、何が意外と、どの計算で意外と何の動画を見てるんだっけ。でもまあ自分の結構なんつ生活からメイン、ハートあんま見ないっすね。まあなんか自分のその生活の上で乗り切ってきたその課題みたいなやつ、うん、まあそういったいわゆる留学生がやりそうなやつは俺も全部やってると思うんですけど、うん、もっと旅してたんで、旅の動画とか、あ、そうそうそう、で今本当長くこっちにいるからあれですけど、うん、まだ自分のライフスタイル系ですね。はい、じゃあありがとうございました。今日はケイ君、私と真逆の性格のケイ君来てくれましたありがとうございます。はい、ということで、今日はケイ君が主催してる日本語向け交流会に私が実際参加してみて思ったこととか、あとケイ君のことを紹介させてもらいました、最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございますちゃんとしてるのね。はいはい、じゃあ以上チップとケイでした、はい、ありがとうございます